ディケーターはアメリカ海軍の駆逐艦。フォレストシャーマン級駆逐艦の4番艦。艦名はスティーブン・ディケーター大将にちなむ。その名を持つ艦としては4隻目。ディケーターは1954年9月13日にマサチューセッツ州クインシーのベスレヘムスチールで寄港する。1955年12月15日に W.A. ピアース夫人を呼び。 DJ アームスデン夫人によって浸水し、1956年12月7日に収益した。1957年にリケーターは、カリブ海で成長巡航を行い、特別公務を実施した後北ヨーロッパへ向かう。1958年初めにリケーターは再び、大西洋を横断し地中海で、最初の第6艦隊での任務に就く。 ディケーターは1950年代後半から60年代前半にかけて同様の任務につき、1961年9月には宇宙船回収艦としての任務を行う。1962年11月から12月にかけてはキューバの封鎖任務に加わる。1964年5月6日、ディケーターはレークシャンプレインと衝突し、上部構造を大きく損傷した。 ディケーターは修理が行われないまま予備役となり、同年末に近代化改修のため待機状態となる。1965年6月に公式に退役した。続く2年間にわたってディケーターはマサチューセッツ州のボストン海軍造船所で広範囲な改修作業が行われる。1966年9月にミサイル駆逐艦に艦種変更され、 d d g 三十一の看板号が与えられる。九百六十七年四月に最終駅し、同年九月に太平洋艦隊へ配属される。最初の第七艦隊での配備は、西太平洋で九百六十八年七月から九百六十九年二月まで行われた。この配備及び九百七十年と九百七十一年から七十二年に、 かけて行われた配備で、ディケーターは、ベトナム戦争での作戦活動と、南太平洋各国への訪問を行った。ウェストパック巡行はその後も1973年、1974年から75年、1976年から77年、1978年から79年にかけて行われた。1981年、 および1982年にリケーターは第7艦隊の任務で再び太平洋横断し1983年にはペルシャ湾に展開した。最後の配備から帰還した数週間後の1983年6月30日にリケーターは退役し太平洋予備役艦隊入りする。1988年3月に除籍されるが、 その後も長らく自衛テスト艦として使用された。1994年から2003年まで、リケーターは太平洋岸で対艦巡航ミサイル及びその他の脅威に対抗する様々な機器の試験に使用された。その後自衛テスト艦の任務を退役したポール・ F ・フォスターと交代し、リケーターは2004年7月22日に艦隊訓練演習で海没処分された。 サンディウー,ーキーを高校中のディケーター1976年6月24日。ありがとうございます。